き力のこぼさくすべてささげろ、いちかぱちかとがぐっと先生花を咲かせよ、掴み出す想いと勇気胸に積み込んで掴め栄光、僕らの驚き襲いかかる困難、逃げてばかりじゃ昨夜の自分を追い越せやしないんだ、過去の限界値心の覚えない、突き抜ける眩しさと海の風、進め暁の空へ絶やせ悲しみを、いつかきっと僕ら一つになれるかな、さあ果てなき力の交差すべて捧げろ、一か八かとだくと先生花を咲かせよ、進み出す想いと勇気胸に積み込んで掴め栄光、僕らの届き これはあなたの知らない、その星の人類は自由と共生を尊ぶ貴族による栄光の歴史を誇る高度な機械技術の研究が続けられ、そして東に位置する列島で独自体より突出したこの4陣営が中心と、防衛を担うのは異能を備えた女性だけで編成された特殊艦隊、恐ろしく強大な偽装兵器を扱える艦船たちが、まあ2回にわたる世界親善試合では陣営の、でも今ある日を境に突如として海に現れた謎の集団、目的を明かさないゆえに神出鬼没な精霊を前に、以上が前置きよ。あなた、今回は獣王の視点で観察してみましょうか。ちょうど演習が始まる。栄えある獣王艦隊の諸君、本日は晴天であり、そして今回は二人一組となり各自で周辺海域の模擬索敵を行う。分かってはいたけど、技術の向上を図りつつ連携の基礎、では演習を始めると、前列から順に走る。綾波行くで、この雪風様に任せるがいいのだ。皆様、シマカゼちゃんは初めてだったよね。私もだよ。本番で緊張しないために演習があるのですから。お二方、続いて金剛、山城華麗に参りますわよ。頑張ります。おお、金剛さん、四人とも、シラスユ、アブトマ、島風、大丈夫？あ、はい。姿勢はいいの？
安心して。正直なところ自分は。そう、ええ、機関役をスルガ殿に務めていただけるで。まあ所詮は訓練であるし。なってください。あれ、いいえ何も。それより、あ、本当ですね。最後は島風スルガ行ってこい。少しくらい待ちなさい。なんとかします。これは値打ち物な気がします。
からさま、駿河殿、島風さま。いや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 、島風、島風、参る。その通りよ。あと、ふうも、きゅ、ほーい。でっかい爆発がしたと思ったの。発生した妙な障壁に阻まれて、はい。奇妙な機械の残骸が、ちょ、これ。セイレーンと、なんて危険なことをした。え、いや、セイレーン。綾波、駿河もついていながら何やってんの。もうそれはいい。無事で何よりでした。さあ二人とも、右押し、左押し、前進開始。島風艦隊の強化につなげます。島風は速いぞ。何を考えて。しっかり反省しなきゃダメよ。申し訳ございま、何を言い訳じみたことをのたまうか。私が。そうだ、先お仕置きが必要かしら。そんな、そういうわけねえ。高尾、私いい加減。ほらはっ。やれやれ、1時間もぶっ通し。加賀さん、まあいい。それより心配ね。わからぬ、後で調べるから。よい、お供するわね。あの、はあ、怒られるのか。変わりたくはないけど、あの、ありがとう。え、駿河殿。島風が駿河殿と、島風は一人、獣王における最重要リゾート自体は獣王の一言で表現すれば特別なエリアなので、そんな場所にあんなことをやらかした後で呼ばれたの。前回は武者震い、今回は普通に震えています。いや、外不相応な場所にあ、ははもう。島風ちゃんいらっしゃい。うん、そしてが、どうされたんです。山城はね、そそっかしいの。島風ちゃんが到着する。山城さん、せめてほら、島風持参の酸素ボール。ありがとう。落ち着かれましたか。ありがとう。息か。それで山か、大丈夫じゃなかった。ガイドです、ガイド。ごめんなさい山城さん。こっちだよ、走るよ。急ぎすぎて転ばないでくださいまし。どうしようのことを。こうする、だから道がわからないんですってば。山、ああ、島風ちゃんの、どこから行きましょうかね。
島風は早いぞ。これも回収しておきましょう。これも回収しておきましょう。どんどん行きますよ。島風は早いぞ。ちゃんとした案内が始まってからは案外島風と別れた。だがしかし今や人様の心配をしている余裕がございません。早く。ん？お主。うわあ！天の助け！お会いする前からこれ以上の秘伝。ふむ。そうか。その当然のことで。ヨガ。な。え？大事なこ。まったく。しばらくし。突然き。長門様。赤城。あらな。違う。こういう時の蘇生はどう。水でよろしいのではないでしょうか。殴るも。ようやくお目覚めね。このぶっ。またぬか。まったくこのまま。どんどん行きますよ。島風は早いぞ。見つけた。天気のいい日に屋外でデスクワーク。何かご用。そのような視線。そんなに気をつけ。お気遣い。どうもうワンステップ。ああ、金剛さんの中。今こそ名簿を高めるチャンスですの。時の日。そのリアクションではセイレーンと交戦を行い、相手の獣王の未来を担う真剣な豪害を青葉と明石がせっせと獣王中にばらまいても、あのエセキシャトを騒がせ猫め。あら、実の桜、同期の島風が発達としてらっしゃ、隅川。ところで、そうです。まあ、お叱りがあったので、島パートナーのフォローをしてあげている。茶化さないで。あいつと組んだのは、私は。それはわかりませんわよ。ロイヤル出身の方は、おしゃれ。今度は。ま、さっ。山城、お疲れ様。うん。まあ、それはつまり、あ、でももう赤点スレスレな印象しかない。うん、ごめんなさい。どうも。山城、駿河は今別にか。はい、山城。金剛さん、腐れん。私もいつ相手を怒らせず諭すようになるわけないっしょ。ねえ。島風、島風が戻ってくるのを出迎えにでも行ってみようかな。ダメ元で。
ここいら獣王艦隊に参加する新力は、うん、このなぎは人当たり思わず一っ走りしたくなるような、うむ、海などどよかったですね。ああ、あら、おはっ、うむ、第一号型哨戒艇ゆかりのものであった。では島風、はい、先日せいそのこと自体はもう、世が聞きたいのは、はっ、指揮官に当たる人物、セイレーンの兵器としては基地のもので、ええ、大した相手ではありませんでしたよ。うむ、会場にせ、そういえばそうであったな。さ、よい、キューブでしょうか。せ、うむ、これが多数流出していったと。はい、キューブを通す、世もそう同意していただ。もう私目が無知今くらい様付けはよせ。いいえ、これそう、うわ、ああ、あれは皆さん、口、ただいま戻りました。島風、はい、いいえ、この前の騒がしいぞ鳥は、くだ、あ、これが噂のキューブ、材質が未知のもの。ええ、キューブ、立方体キューブかが、こうなってはせめて一人くらいは私、うん、このキューブ殿だが、おまけに浮きも沈みもしない。つまり訳がわからないというのが、強いてあげれば嫌いの性質に近いかもしれない。嫌いの性質、爆発でも、それと会場に今も、うわー、いこのままでは獣王の了解、場合によっては外赤城を、うわーふふ、私に頼りっきりではいけません。希望を聞け。それで下手に動けばならば、上早速だけど、ユニオン四陣営合同で、うわー、島風、赤城殿の、よ、要は大演習、坂尾ちゃん、しっけえな演習にかこつけたの。他陣営に連絡は行うとして、獣王の了解で破壊したセイレン艦に、あ、ほう、獣、うん、さ、鉄血はセイレンの技術研究に考察が、いっそ鉄血、それはそれで、キューブのことは伏せながら回収に当たるのだ。そうね、うむ、話ありがとうございます。わ、私め、むしろそれがいいのよ。あと、それなら、あの海軍、はーい、心得た。となると、はーい、みんな、相変わらず人使いが荒いな。島風も了解。あら、新兵ちゃん、きれい、みんなで幸せになりましょう。先輩の皆様方には存在感だけで、お呼びがかかったのは私だけとはいえ、するが、休めるところは、先日はご苦労だったな。え、そうか、加賀さんは何、ああ、姉様、そんなことが、構わん、え、じゃ、姉様を交えた打ち合わせは先ほど終わったところで、いいえ、ちくあの島風に足で追いつくのは至難の技だろうが、せ、休めるところは、まったく、私、島風に会いに来て、お礼なら前にもう言った。私は結局人が恋しいの、なんだかさっきより、島風、あんな海のど真ん中で何をしているの。ごめんなさい、今日はもう、いつかがいつなのかはっきりするまではそうは
こっちは大切な偽装を台無し。キラキラじゃねえよ。一体なんだろう。駿河だって。そうでもじゃあと、いやそれが今どこに。いやねえ、知らない人です。そっか。ちょい待ち。先日ここでドンパチあったみたいなんだけど。本当に申し訳ないで。で、あんたさ、これでね、よかったら私の実弾が怖いなら空砲で勘弁してやるよ。それ、この際は。こいつ、私が誰。私もあなたたちお二人頼りにしないで。何相手の。そこの、私、あなたどう見ても中央の、ここは中央の領海のところに。それは普通じゃない。一般人ならそもそも中央の民に因縁をつける。こいつ、はい、そこの時間切れよ。待てよ、お前が決めるな。その通りね。これ以上置いたが過ぎるの。まずいのなら。あんな奴のこと心配してどうするのよ。するが、そう考えることは山ほどある気がするけど。島風は早いぞ。どんどん行きますよ。よし、全然必勝。これで臨時の。はい、お任せ。あとは聞かず。すまないな、高尾さんこそ。ご立派。どちらかというと。なるほど、分かっ。そして先ほどからずっと熱い視線を感じる。お前ら一体どうした。正直。おいおい、拙者の領分。高尾さん、二人のために。ふむ、よろしいのですか。それでは、たぎってきた。ちょっと休憩です。わ、私ですか。数日は、あ、もちろん中央だけでなく、そうそう、所属も含めていろいろ。もしまたお会いする機会があるようでした。ユリッチさんとは会わなかった一方。そしてそんな1週間の後、早いもので。さて、たまたま。うわ、テンション低い。取り乱すな、好きじゃないんだ。さようでございます。それがな、規模が大きかろうと。いえ、駿河殿、この言うよ。何か言い。いえいえ、駿河殿から視線を逃がす。あ、山城さんと金剛さんだ。そしてその手間。ユニコーンちゃん、パスポート。
めんな。申し訳ございませんわ。いえ、当然のご対応ですわ。あの、すぐにスタッフを呼ん。揉めているようで。駿河殿、パスポート落とし物は。ユニコーンちゃん。いえ、駿河、あらあなた、ちょっとか。エイジャックス様、素直にし。あ、はい、あ、はい。あ、逃げた。追いかけなきゃ。駿河殿。はぁ、駿河殿。島風はこれから先も。ああ、はい。会場まで、あ、わからないのよ、道。残念ながら。ああ、面倒。スピーチする側じゃなくて聞く側でしょうに。設定は